今回の家事散歩のゲストはですね、何やら、外国籍の、選手から多大なる、人気があるということで、僕もそういう感じではね、全然聞いたことないですし、まあ、そういう存在では多分なかったような気はしますけども、まあ、まあ、聞いてみましょう。はい、行ってみましょう。家事散歩。さあ始まりました、家事散歩。今回のゲストはですね、大先輩を待たしてマッサージをしていた菅沼選手に来ました。どうも、ありがとうございます。俊也でも最初プロ1年目2009年、はい、あ、9年か、あ、そっか、はい、9年で、俺とでも2年半ぐらいやな、やったの。はい、そうですね。あん時はでも俺全然喋ったことなかったもんな。あ、そうですか。おお、なんか喋った記憶ある？いやー、ないっすね。ないんかい、ある、言えや。いや、でも筋トレルームで何回か喋ってもらったことは覚えてますけどね。何喋った？出れへん若い時が一番大事やからなみたいな話をしてもらったのは覚えてますけどね。ええこと言うてるね。いらんな、この話。いるわ、いるわ、うん、それぐらい。俺でも俊也のイメージは、1年目、プロ1年目に俊也が、あの、ベンツを買いました。で、ベンツを、クラブハウスの、駐車場に置いたらみんなにいじられるから、なんかそれなんかすごい、なんかそれめっちゃ言われたんですけど、違う駐車場に止めて歩いてきたっていう。ない、全くないです、それは。それなんか誰かがそんなことばっか言い出して、なんかそっから自転車通ったとか。なんかさ、一般のそのファンサポーターの人とかさ、先週のからするとめっちゃ変わってるなっていうイメージがあんねんよ。誰がっすか？俊也は。俺が？うん。何ですか？なんか感覚がさ、ちょっと外国籍の感覚やん、なんかほんまに。しかもさ、なんかタレコミでなんか入ってんねんけど、外国籍の選手とめっちゃ仲いいっていう。あー、そんなこともないですけどね。なんかいいんでしょ、でも。普通ですね。まあ喋るぐらいですね、普通に。ヨンゴンに聞いたら、ヨンゴンはなんかめっちゃ喋ってきて、なんかいろいろなんか聞いてきます。あいつが言ってました？言ってたよ。やば。喋ってるやん。LINE の着信履歴見せましょうから、あいつからの。いや、だ、日本人よりもむしろ、外国人の方が仲いいみたいな。いや、まあ、藤原ぐらいですね。何喋んの、藤原と。サッカーの話ですかね。嘘つけ。サッカーの話なんかするはずないやん、ほんま。絶対嘘やろ。いや、そのブラジル人の人とかさ、まあ、パトリック・ペレイラもいるしさ、まあ、韓国人やったらヨンゴンとかさ、何喋んの？何喋るやろ。最近どうぐらいですかね。なんか自分の中で流行ってることとかあるんじゃない？でも流行ってること、なんか韓国とかでも流行ってることあるんじゃない？ん？韓国ドラマとか見えへんの？俺がすか？うん、見ないですね。あれ？あれ？あれ？リス、おい、どうなってんのこれ、スタッフが。これさっきリサーチしたら、なんかやめましょうかこれ。俊也がなんか韓国ドラマ見るみたいな感じだった。あんま見ないですね。あ、そう、うん、普段何してんの？家帰ってぼーっとしてるだけですかね。趣味ないの？ないっすね。え、ないの？はい。もう携帯まあいじってテレビ見てとか、そんな感じ？そうですね。何の面白いのないやつやな。ねえ、やばい。起立で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フランエレガンの浮田です。よろしくお願いします。お願いします。あの、まず、あの格好がシェフっぽい格好をされてるなっていうふうに思うんですけど。はい、はい、私の仕事はこちらです。おお、やっぱりシェフでしたか。はい。
どちらでこのシェフとしてお仕事をされてるんですか？はい、普段は選手のお食事をしてます。うちがメニューを考えて糖質をちょっと制限したりとかタンパク質のコントロールしたりっていうのをタニタさんにしていただいてサポートしてます。選手のお食事以外のところで何か提供されたりっていうのはあるんですか？はい、スポンサーの VIP の方ですね、お食事を担当しておりますね。あ、そうなんですね。はい、VIP のところに来られた方は、はい、シェフのお料理を食べられているということなんですね。はい、そうですね。スタジアムの中にある厨房ってちゃんとそういった調理機器っていうんですか、はい、揃ってるものなんですか？はい、たくさんの食数をですねこなすということで最新鋭の機械をですね入れていただいておりまして、煮ることもできますし、焼くこともできますし揚げることもできますし、すごいところは圧力鍋にもできるということです。で、一度ずつ設定ができますので一気に温度を上げてカリカリに仕上げるようなそういう設備もありまして、そこをこう一気にこう冷やすというのもすごく大事なことで、やっぱこういうところなんで衛生管理ということでしっかりしないとダメなんで、食中毒の問題とかそういうものを回復するようなシステムになっております。本当にもう本格的で、はい、もうかなり優秀なものが揃ってるんですね。はい、カジ散歩。俺でもさ、俊也のイメージさ、能力すごい高いなと思うんや。やっぱ身体能力もそうやしさ、まあパスのその組み立てもそうやしさ、ビルドアップもそうやしさ、能力高いと思うよね。何言ったらいいんですかこれ。え、マジですか、嬉しい。え、終わり。なんかこうかトークかぶせてこいや、お前。いや、なんかお題があるって聞いてたから。いやいやいや、そのお題なんかええねん。もうその前に話、お前今までずっと離れてな、話しなかったから話したいんや。ああ、そうっすだろ、お前がどういう風に成長したかっていうのも見たの、話したらわかるやん。ああ、成長しなかったけど。成長はめっちゃしてますけど。どういうとこ成長したなと思うの？まあどうすか、まあ、やっぱガンバ離れてみて、うん、まあやっぱ守られてた部分が多かったんで、なんていうんですかね、ガンバっていうクラブに、うん、まあ外行って、うん、まあここで結果残さんかったらこの J1 の舞台とかそういう舞台には戻ってこれへんっていうところで、こう初めてこうプロとしてのこう覚悟だったり、こうそういう部分は少し変わったかなと思いますけど。まあ主にメンタル面っていうことだよね。うん、そうですね、まあ、意識が変わった部分はあります。昔ちょっとなんかメンタル的にこう不安ってやったもんね。そうっすか。うん、切れやすいやん。ああ、確かに。今はどう？今は逆におとなしいですかね。おとなしないやん。いや、逆にもう丸くなりすぎたですね。なんかどっかの試合でさ、なんか自分がなんかファールされて、うん、たんじゃないねんけど、誰かがファールされて俊也がバーってなんか相手選手に行ったらさ、お前が逆にイエローもらったっていうのあったやん。なんかあー、ACL ありましたね。あったやろ。こいつアホやなと思いながらまた行ってるわと思って、ね、まあああいうの大事ですよね。いや、イエローもらっとるかな。イエローもらっとるかな、ほんま。だからそういうとこやで、ほんまに。なんか調子いい時はめっちゃいいんよ。だからメンタル状態もめっちゃいいしさ、調子悪い時はさ、一番このなんていうの、そこを安定させなあかんで。はい、メンタル状態が。はい。あ、緊張ほどけました、緊張解けました。ここにさ、ここにさ、 お兄さんの存在って書いてあんねんけどさ、お兄さんの存在ってさ、なんだ、お兄さんいんの？あ、いました。あ、います。いましたで死んだのか。います。殺すな。中学までガンバーやった。ジュニアユースまでガンバーで、お兄さんはプレーしてたの。そのお兄さんの影響もあってサッカー始めたっていうこと？そうですね、それがなかったらやってなかったですね。お兄さんはどういうプレーヤー？キャシャでパスとかそっち系ですね。もうボランチとかサイドハーフとか。あ、全然タイプ違うですね。うまい系の頭、賢い系ですね。真逆やな。まあ若干一緒の部分もありますけど、ね、どこがやん。
もうファイター系やん。もうお前もうブルドッグやで。俺ですか。うん、お前ブルドッグや。うん、あ、そうしたらパグになる。ガンバ大阪とは、はい、ポン出てこへん、ポンポン、ガンバ大阪とは、かわいい後輩山本、飯をご馳走したりとか、まあ、多く払って割り勘って感じです。お前ケチかよお前。払えよお前。払ってます払ってます払ってます。